ですね、はい、またパターの話をちょっとしていきたいなと思ってるんですけれども、はいはい、ちゃんとまっすぐスパートに対してね、立ててました、はい、でストロークもスタンスに対してまっすぐ振ってました、うん、でもスパートの上を通らないということがあり得るんですよ、うん、でその理由についてちょっと話そうかなと、はい、決めなかった。さっきは普通に出てたのにいきなり出んかったわ。まあ、まあ、これでこのまま行きましょう。行きましょう。はい。で今日はですね、はい、またパターの話をちょっとしていきたいなと思ってるんですけれども、パター打つ時って、よくこう後ろからラインを思い描いて、例えばフックラインとかね、スライスラインとか自分でこうなんとなくこう、あ、こういくかなみたいなね、そう、線路みたいなのを思い描くでしょ、で、その通り道に何かこう、ゴミとか葉っぱとかね、葉っぱとかなんかちょっとちょっと色が違うとかね、そう、目印、まあ、スパットとかって呼ばれてますけど、スパットを見つけてその上を通すといいよって、はい、まあ、一般的によく言われてますよね、でもスパット狙って構えて打ってるんだけど、スパットの上を通らないってこと、結構ありますよね、まあ、ある、でもちろん、スパットに対してまっすぐ立ててなかったとかね、あのストロークが曲がっちゃってたとか、要は狙ったところに打ててないとかっていうそもそもの原因もあるんだけど、ちゃんとまっすぐスパットに対してね、立ててました、はい、でストロークもスタンスに対してまっすぐ振ってました、でもスパットの上を通らないっていうことがあり得るんですよ、でその理由についてちょっと話そうかなと、意外とあの上級者の方とかね、プロの方とかは、まあ、もちろん当たり前のように知ってるんだけど、あのビギナーの方は、結構知らない人が多いんじゃないかなっていう話です、はい、でパターンの例えばね、フックラインあるでしょ、フックラインってことは左に曲がるわけよね、で傾斜が左に向かってこれ傾斜だとすると、こういう風に傾斜してるってことじゃない、まあそうね、そう向こうがパターン、向こうがパターンだったら、ね、傾斜が、こういう状態ってことは構えてる人からすると、つま先上がりのライで打ってるっていう状態になってるわけですよ、フックラインって、で、実はでもパターの場合って、あ、俺つま先上がりのライから打つショットなんだなみたいな意識って持ちます、ないね、ないですよね、ないから、同じくスライスラインっていうのはつま先下がりのショットなんですよ、前が下がってるんですよ、はい、でアイアンショットの時もつま先上がり、つま先上がりとつま先下がりの時にクラブのフェースってどうなるかっていう原理、これちょっと前にクラブフェースってまっすぐ向いてないんですよっていう話を質問動画でしましたよね、初期の頃かなり前、ちょっと今日はねこんなのを用意したんですけども、アイアンのフェースっていうのは、ここに雷角っていうものが存在しているので、実はまっすぐね、例えば向こうに打ちますよって言って、これ今まっすぐ合わせてるんです、まあ、正面こうやって見るとまっすぐフェース面合わせる感じなんです、でも要はハンドダウン、手元が下に下がると左向いちゃってますよね、まあ、こういう状態ですよね、これすごい左向いてますよね、向いちゃってる、で手元が上がる、ハンドアップになると右向いてる、これがあの実はフェース面の原理なんですよ、だから当然つま先上がりっていうのがこういう状態で構えるわけです、前は極端に言いますけどね、左に向くわけですよ、だからつま先上がりの傾斜からは引っかかる球が出やすいわけですよね、で逆につま先下がりっていうのは、フェース面がこう右向きやすくなるから、スライスが出やすくなるっていうのが基本的な原理としてあるんですよ、はい、だからこれは実はパターンも一緒なんです、おパターンの場合は
このアイアンほどは極端に違いは向かないんですけれども、まあね、ほんのちょっと1度とか、ね、ちょっとね、まあ、やっぱかぶるんですよ。つま先上がりはかぶるし、つま先下がりは開きやすくなるんです、うん、でそのことに気づいてない方がたくさんいるんで、うん、スパッとに向かってまっすぐ打とうと思っても、あれ引っかかっちゃったぞとか、あれスパッと右に押し出しちゃったぞとか、ね、うん、っていう風になるわけ。だからフックラインってやっぱ引っ掛けやすいでしょ、うん、で逆にスライスラインってあれみたいなね、右に外すこと多かったですよね、うん、でよくカップがあってね、フックラインがこうあるとするじゃん、うん、とあの曲がなんだろう、曲がりすぎちゃって入らない時、うん、カップのところ手前曲がって曲がりすぎて入らないのをアマラインとかって言うでしょ、うん、アマチュアラインって、うん、で逆にこっちがカップよりも先の方を追い越していくとプロラインとかね、うん、昔から言われたりとかしてるんだけど、はい、それぐらいアマチュアの方っていうのは、うん、スライスラインだと右に押し出して外すことが圧倒的に多いし、うん、フックラインは左に引っ掛けて左に外すことが多いと、はい、でその原因の、まあ、半分ぐらいが、はいはいはい、今言った話をちゃんと理解できずに打ってるから、うん、なるほどね、引っ掛けちゃったり押し出しちゃったりするとで、それに対する対策方法としては、うん、もういろいろあります。で、うん、これ多分プロゴルファーによっても、まあ、それぞれ、うん、それぞれ全然違うと思います、はい、さっき言ったようにハンドダウンになると左向くわけよね、うん、ハンドアップになるとフェースって右向きやすくなるから、うん、つま先上がりの時には気持ち、例えばハンドアップに構える、あ、これ自体を変えちゃうんだ。そう、パターンのね、バターのこう構えるときはあんまりこうハンドダウンにしないでちょっとこう吊るすようにハンドアップにしてあげると引っかかりにくくなったりとか、うん、で構えを変えるのは嫌だなっていう人であれば、うん、気持ちスパッドよりもちょっとラインだったら右を狙ったり、引っかかるの前提で打つっていうのもあるし、もうあとは感覚的なところでその狙ってるところよりもちょっと気持ちを押し出すぐらいの気持ちで打ってちょうどいいみたいなフィーリングでやってる人もいるかもしれないし、まあ、そこはちょっと人それぞれだからやりやすいやり方でいいかなとは思うんですけど、ただそこを頭の片隅に置いとかないといつまで経ってもあれ引っかかって外しちゃったとか、パト数が減らないと、そう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 、ラウンドに、ね、スライスラインも右に押し出して外すっていうのが、はい、あのなくならないですよと、はい、いうちょっとね、あの知らない人多いんじゃないかなと思って、うんうん、今日はそこら辺の話をしたかったわけですよ、はいはい、まあ、ドラゴンプロがパターンの話をするってまあまあ面白いと思うまあでもね、ゴルフのレッスンプロですからね、もともとゴルフのレッスンプロをやってて、うん、まあ、飛距離アップしたいっていう人がたくさんやっぱりいるんで、うん、じゃあ自分が飛ばしちゃえば説得力あるだろうっていうんで、うん、ドラゴンの試合で始めたっていうところがあって、はいはい、ゴルフ全般のレッスンやらせていただいてますんで、はい、あの最初の頃からね見てくれてる方とか結構ちょいちょい言ってるんで、あ、そうそうそう、はい、知ってるかなと思うんですけど、最近のね、はい、動画見てる人は、はい、ドラゴンプロっていうイメージしかないと思うんで、うん、たまには言っとかないとね、忘れられてる、そうそうそう忘れられるためにも、はい、だからパターンとか、はい、アプローチレッスンも、はい、やっておりますんで、はい、はい、ということで今日は、はい、パターンのお話でした。はい、マンブリゴルフ部だけどマンブリしないゴルフの話でした、はい、こういう話もたまにちょいちょい出てきますので、ぜひね見ていただきたいなと思います、はい、じゃあマンブリゴルフ部なんですけれども、公式のツイッターとインスタグラムがあります、まあ、そこはね撮影風景とかがちょいちょい上がってきてたりとかいろいろしておりますので、ぜひそちらの方をご覧いただいて、いいねを押したりとかシェアしていただくとかもしていただけるとすごく嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。そしてですね、ま、まあ、今日見ていただいた動画の感想はこちらのコメント欄の方に書いていただければ嬉しいです。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして一番大事なこと、この動画に対しての高評価もいいねボタンぜひ押してください。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。